はい、皆さんこんにちは。モリコンチャンネルのモリコンです。はい、今日はですね、今日ご紹介するアイテム、はい、こちらのねトルネードラカン、はい、わかりますかね皆さん。日本の夏30度、いや35度、いやいや40度超え、こんな酷暑と戦う多くの人々を守りたい、いわゆる空調服、空調作業服でして、会社のね、私が勤めてる会社の、今年の熱中症対策の、一環で社員にこれ一人ずつね、配られた、空調服ですね。はい、まあ、これをね、まあもらったんですけども、まあちょっとね時期的にももうお盆過ぎちゃって、まあもうちょっとねできれば早く欲しかったところなんですけども、まあ、こちらをね今回は、開封レビューしていきたいなと思います。はい、はい、まずねこれをまあ、着るにあたって必要なものがね、こちらまずファンですね。はい、でこちらがねバッテリー、はい、でこれをね、開けていきたいと思います。まずこれがねファンだね、ファンはねまあこんな感じ、お、なんかかっこいいファンだね。こんな感じのファンがね、2個ついてます。まあ、さっき裏に何か書いてあった、はい、TR 竜巻旋風ファン、これがね2個ついてる。でバッテリーがこちら、すぐに作動させるためにまあもうねこちら、満タンに充電済みです。はい、まあ、こんな感じのリチウムイオンバッテリーですね。これがついてます。でこれが充電器ですね。はい、つなぐためのコードかな。はい、まあこの内容物はこんな感じですね。でこの本来の服、これをちょっと開けていきたいなと思います。まあ開けるとねこんな感じで、こんな感じのタイプのものになっております。でこの背中のまあこの部分、この辺の部分にファンがまあ2個取り付けて、でこのね風を送り出すためのスイッチにもなって、このバッテリー付きのやつですけど、これをねまあこの服のねこのポケットの部分にねまあ入れて使うような感じで、はい、でこの上からね、服の上から作動させられる感じになってるらしいです。はい、まあ、とりあえずこれにね、こちらのファンをつけていきたいなと思います。こんな感じでね、空調に服に、ファンがね2個、くっつきました。これに、今度ねバッテリーをこうつけていきましょうね。それではね、ちょっとスイッチを入れてみたいと思います。まあこれがね、メインスイッチですね。でもここを長押しします。お、結構強いね。これ3段階あって、今一番これ3段階ありまして、今一番最強の風の強さのモードですね。もうすげえ、結構風出てますよこれ。はい、でこれが2段階ですね。中ですね。うん、中でも結構いい風。で、これが一番小さい小ですね。うん。おー、なるほど。ではね、これ、早速着てみたいと思います。
うん、なんかね、とりあえず来た感じちょっとね、やっぱりこのバッテリーがちょっと重たいかなっていう感じですね。もうこんな感じで来て、はい、はい、で、あ、そっか、このポケットにね、このこっち手入れてるとわかるんですけども、先ほどのね、このバッテリー兼、メインスイッチがここにちょっと隠れて見えますけど、はい、ここでちょっと操作するみたいですね。じゃあ、あのスイッチ入れてみます。ドキドキすんだよ、長押し。おお、涼しい、これ。おお、なるほど。扇風機、下から、中から上にこう当ててるような感じですね。今はこれ3段階の3ですね。はい、なんかね、あ、もうこの作りなんですけども、この裏のね、このファン、このファンから吸気して、で、ここの首と、このここの部分ですね、肩の部分に、排気、吸気して排気するっていう感じの、作りらしいですけど、このこっから吹き上げる風がすごく気持ちいいですね。はい、と段階下げてみよう。これがこれが2ですね。2でも2ぐらいだけど、これが1ですね。はい、うん、いいね、これ。で、このバッテリーなんですけども、このバッテリーが約8時間ぐらい、まあ1日フルに充電して1日8時間持つらしいんで、まあまあ、残業しなければ OK ですね。はい、まあ、こんなもんですね。非常にいいです。はい、はい、まあこの空調服ですけども、ワークマンとかね、入り口とかによくこの夏場シーズンになると、まあ、飾ってあるのを見て、私もチラ見してはね、値段を見てちょっとなっていう感じで通り過ぎる時も多々あったんですけども、まさかね、会社がこれを支給してくれると思わなかったんで、一応今回ね、レビューの方させていただきました。まだね、35度とか、まあここにも書いてありましたけどね、40度、38度とかその辺の気温の中で、まあ試してみたかったですけどね、まあだんだんと、涼しくなってきまして、うん、ちょっとね、もうちょっと前に欲しかったですけど、来年はね、これを着て仕事を頑張りたいと思います。で、これをもらえるって分かった時にまず一つ思ったのが、テントの設営の時に、夏ですね、設営時にこれを着て、設営してたらどうなのかなと思って、すごくワクワクしたんですけども、まあ来年はね、これを着て、モリコン設営してる風景が見られるかもしれませんけど、よろしくお願いいたします。値段的にこれがね、3000円ぐらいなんですよ。これ作業、この服自体だけならね。だけどこのバッテリーとか、そういうのがついちゃうと約1万5000円ぐらい、調べたらするみたいなので、まあ、値段的にはね、ちょっとお高いんですけども、ぜひね、同じように、作業、製造業で作業されてる方とかね、あと僕と同じようにこの作業しててなおかつキャンプもやるとかね、まあそんな人にすごくおすすめの一品ですので、ぜひね、ご参考になれればと思います。長々とご視聴ありがとうございました。モリコンチャンネルの
森コンです。